ロバート・スペンサーは、アメリカ合衆国の画家である、デラウェア側のほとりの建物と人々を描いた、ネブラスカ州のハーバードで生まれた。父親はスウェーデンボリー派の教会の司祭で、スウェーデンボリー派の教会の雑誌の創刊者の一人で、編集も行った。一家はしばしば、移住し、イリノイ州、ミズーリ州、ペンシルベニア州、ニューヨーク州、バージニア州などに移り住み、 スペンサーは1899年にニューヨーク州のヨンカーズの高校を卒業した。1899年にニューヨークのナショナルアカデミー・オブ・デザインで美術を学び始め、チャールズ・ローゼンと友人になった。1903年から1905年の間はニューヨーク美術学校でウィリアム・メリット・チェイスやロバート・ヘンラインに学んだ。1年ほど民間会社で製図工 測量士として働いた。1906年に父親が亡くなり、スペンサーは3年ほど前からローゼンが住んでいて、多くのアメリカの印象派の画家が住んでいたペンシルベニア州のバックス郡に移り、その後数年間、デラウェア川沿いのいろいろな小さな町に住んだ。この地域に住んでいた画家のダニエル・ガーバーの影響を受けた。数年の間、友人の画家、 チャールズ・フレデル・クラムジーと家賃の安い、口かけた家を借りて、貧困の中で暮らしたが、多くの作品を描き、ナショナル・アカデミー・オブ・デザインの展覧会や、フィラデルフィア・美術クラブの展覧会で、多くの賞を得た。画家として有名になっていた風景画家、ウィリアム・ラングソン・レースロップに学び、1913年にレースロップに学んでいた画家、建築家のマーガレット・フルトンと出会い、 翌年結婚した。1914年にナショナルアカデミー・オブ・デザインの巡回員に選ばれた。1916年にレイ、レーブ・レディン、チャールズ・ローゼン、モーガン・コルト、ダニエル・ガーバー、ウィリアム・ラングス・オン・レイス・ロップ・ラ・ペンシルベニア州のニューホープ地域に集まって活動した画家たちとグループ展を開いた。1920年代になってうつ病に襲われるように、 なり、結婚生活も破綻した。1931年に自殺したとされる。ありがとうございます。